今季は、X11 向けのタスクマネージャーである。今季は高度な設定が可能で、CPU メモリスワップストレージ、温度、プロセスネットワークインターフェース、電源管理、システムメッセージ、電子メールオーディオプレイヤー、天気予報、ニュースなどの多くの情報を見ることができる。高水準の GUI ツールキットを利用する、システムモニターとは異なり、今季は X11 に直接描画する。 これによりリソースの消費を抑えることができる。コキーは Linux マガジンにおいてオープンソースの世界において最も有用なプログラムの一つでありメンテナンスが適正に行われているものの一つでもあると称賛された。Ping や OS とクランチョょ版 Linux ではデフォルトでインストールされる。コキーは TOS もカラフォークしたプログラムである。TOS もは 軽量 Linux ディストリビューションでは現在でも利用されている。例えばダームスモール l ナッ i n u x ではデフォルトでインストールされる。コンキーという名称はトレーラーパークボーイズに由来する。コンキーはシステムモニターとして使用することが適しているが、その他の多くの情報を表示することにも利用でき、ルーアによって拡張することができる。コンキーは Nokia N900 のようなデバイスにも移植されており、GCC と X11 が実装されている、あらゆるシステムに移植することができる。多くのユーザーが、スクリプトの作成と配布を行い、キーのモジュール性と多様性を実証した。デスクトップに、を表示するキーの簡単な設定は、以下の通りである。アップデートインターバル30、オン、ウィンドウイエス、オン、ウィンドウ、 タイプデスクトップ。ユーズ XFTES。ザフトファントダジアブサンズ。サイズイコール14。アラインメントボトムライト。テキスト。ドル、タイムパーセント H、M。デフォルトの設定ファイルの場所は、ドルホーム。コンキク、または、ドル、シスコンフダー。コンキー、コンキー、カンフである。ほとんどのシステムでは、シスコンフダは、エトセトラであり。 サンプルの設定ファイルはその配下に存在する。ありがとうございます。